それでは準備できたんで行ってきます。ちょっとセーブだけしとこっか。やっぱちょっと怖いわ意気揚々と準備できましたって言っておきながら、うん、了解。ああ、こうか。もう特務支援課じゃん。忘れてたな。ん？どうや。チャーリン君、元気にしているかい？オリビエ。ああ、詳しい場所は言えないが、あちこち転々としてる状況さ。この映像と音声もそちらから送ったものでね。まあ通常のシステムに裏技を足しているんだが、まあそんなわけで早速報告をチェックさせてもらおう。ふんふん。ほう、なるほどね。ああもうこれもう特務支援課だ特務支援課だ。こんなもんでいいのかな。マーベラス、ランクアップだ。ほんの気持ちだ、受け取ってくれたまえ。ほう、いいじゃないか。とこんな風に今後ともよろしく頼むよ。いや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 、なんだ今のオリエンテーション。依頼を達成したらいつでも報告してくれたまえ。おお、いいじゃないか。とこんな風にこちらから頼んだことだし、可愛い生徒のためだからね。ただ裏技のおかげで基本的にはいつでも OK なんだが、長くは時間が取れなくてね。うん、あれ、オリビエ、そろそろ移動するぞ。一旦パルムに向かう。ああ、忙しそうだね。親友、すまない。そんなわけで失礼するよ。女神の加護を今後とも頑張りたまえ。パルムか。今サザーランドにいるのかってことは、パルムってあれだよね、 B 班が一番最初に行った町だよね。その後戦闘アークだったよね。はい、よし、合流できたよな、きっと。合流できたっぽい。じゃあ行きましょう。今度こそ。西側から寄進で裏側の守りを突破。混乱の隙をついて突入部隊が砦に潜入する。強撃作戦ですね。強撃とはまた違うか。結構大体ありきたりなやり方やね。うん、そうだよね、すごかったもんね。そちらは一気に残らず退けたって。はい、
了解。じゃあエリオットとサラは固定か。すごいね、ほんと第三勢力として。ん？以前にサラの絆イベントで意味深なことあったよね。いやまあ両兵の出身かもしれないっていうのはもう察してたんですけど、あの時はさ、もうリーンが深追いしなかったから俺も深追いしなかったんだけどね。誰にしよっか。サラは多分両兵の出身だね。今の反応でも間違いないわ。黒い天守両方軍拠点、総流橋周辺。これはどこに向かってる？あ、ウケる。いいぞいいぞ、もっとやれ。娘のことは気にすんな。我ら第四機甲師団を舐めてかかったのが運の尽きだ。あと一息だ。このまま総流橋を攻め落とすぞ。ん？ああ、やっぱ一応通知は言ってたよね。そして貴族連合、我が娘を甘く見ないでもらおう。あやつとて曲がりなりにも帝国軍人の娘だ。卑劣な脅しに屈せず義に準じる覚悟はできておろう。お待ちなさい。お、来た。ちょっと複雑な心境で見てたんだけど。赤き翼か。黒い天の兵たちよ、恥を知りなさい。罪もない敵将の家族を人質に取り、戦に利用しようなどという愚行、アルノールの名において断じて許すわけには参りません。トールズ士官学院7区作戦を開始する。行くわよ、あんたたち。ゴー。いや好きだなこういうの。来た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 、この曲めちゃくちゃ好きなんだよな。はいはい、何体来ようと構わんよ。さあ、準備はいい？おお、奥からやってきたね。痛い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 。これ奥の方は狙えないね。よし、じゃあ一撃が重いやつから先に片付けよっか。任せてちょうだい。
じゃあまずは、はい、CP はやっぱ重要だわ。ゼロからスタートだもん。追撃が発動しねえな。ほら、あ、やった。そこだ。でもって、もう半分なくなったよな。新規使うかここで。新規発動。じゃあ。駆動解除しても、駆動解除しよっか。そこだ。はい、ええな。私の番ね。もう一回。ジャンケンって使えばよかったな。そんな早いんだ、早いんだったら。OK、じゃあここでジャンケン。さあ君も来い。そして追撃発動してくれ。いった。そこだ。ロードフレアかな。発動しねえな、なかなか。はい、じゃあまた残月。かかってこい。そこだ。そこだ。ああ、なかなか発動しないね。チャージ。チャージするわ。ナイス。ここでまた残月使うんだよ。かかってこい。これ使い勝手いいね。そこだ。おい、そこだ。かうまいこと追撃発動してくれ。そしたら陽光剣。そこだ。いった。陽光剣。えい、気持ちいい。これ違う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 、これ使おうか。燃え盛れ。
はい、そこだ。多分次動けばこいつ死ぬよな。痛いけど、まだいけるわ。まだ死なかった。さあ、かかってこい。さよなら。それじゃあね、ここはもう新規だな。新規発動。これもしかして初めて戦う？シピーゲルってあれか、 S が乗ってた、スカーレットが乗ってたあれか。あ、避けられた。聞いてるわ。この調子を任せてちょうだい。聞いてないんだよ。しかし、鬼神戦ちょっと時間かかるな。ディレイ結構早く働くかなと思ったんだけど、そんなことなかったわ。もう一回発動しとくか。駆動解除。なんかさ、これ負けることないからさ、ちゃんとやればちょっとだるいわこの作業。肩はい、でチャージ。結構強いなこのスピーゲル。さあ、かかってこい。そこだ。はい。この手で道を切り開く。ちょっと鬱陶しいからお前もう。ちゃんと使いこなしてるねこのシピーゲルは。まずいわね。いや大丈夫大丈夫。これは頭が弱点かな。そんなことなかった。じゃあ新規だな。新規発動。あじゃあここ全然違う、外れるな。はい、戦闘アライブ。悪いことさせんな。
俺じゃんけん弱いんだぞ。これ今度こそ勝たな気がするけど、でもこれはロボットクリアした方がいいか。これ行こっか。オッケー、風儀働いた。聞いてるわ。この調子を任せてちょうだい。はい、そこだ。ターン。すごい、めちゃくちゃかかるぞこの戦闘。私の番ね。チャージしよっか。チャージするわ。もう一回球技を働かせる。ほい、これでとどめは刺したいんだけど、多分そうは問屋おろさんよな。やっぱりでもやけどおったわ。ほい、よーし、やっと終わった。お疲れ様。まあまあじゃない。勝ち確なのにだるいぜ。まだ見てたんかお前。保険。いや、このメガネ何者なんだろうね。弱っ弱っ。さすが両方軍。よし、行きましょう。そして曲がかっこええ。さすがに引っかからないわよね。引っかかるんじゃない？引っかかるんじゃない？あなた大きいもん。おい、ダメだろこれ。ダメだろこれ。しかし
邪魔な積み荷が多いですね。それな、第四機甲師団との戦闘でいっぱいいっぱいだったみたいね。今言い訳にすらならないと思うけどね、自分らが仕掛けてきた以上。よし、ここが最上階か。それじゃあそこの部屋に姉さんが。ここが執務室なのかな。